はい、島倉です。こちらは、私が医者になった最初の時からずっと美容形成外科を教えてくれていた師匠の大竹先生です。はい、大竹でございます。よろしくお願いします。まあ、同じ大学の指定コンビですので、すごくこう、形成外科とか美容外科に対しては考え方とか同じ、ような、医師ですけれども、やっぱり経験した患者さんとかも異なるので、今日は、まずまぶたの手術ですね。まあ、多くは、二重の手術の人が多いと思うんですけれども、その他にも、老化であったり、それから眼瞼下垂であったり、それから目が小さいとか、ね、目の形を変えたいとか、いろいろあると思うんですけど、それについて、じゃあ患者さんが初めて、クリニックに行って、で、自分の、理想的な目を作っていきたいと思った時に、どういうふうにしていったらいいか、失敗、二重をするのを失敗しないようにするにはどうしたらいいかということについて、うん、ちょっと話し合っていこうかなと思います。うん、そうだね。まあ、大竹先生には、まず、初めてこう患者さんがおいでになった時に、例えばその人に一番なんかあったっていうか、そうですね、二重っていうのはどんな感じなのかなっていう、で、目つぶってまつげのところから真ん中測るとだいたい6ミリぐらいのところに線がある人がとっても多いんです、平均的に。で、これはなぜかというと目の構造がちょうどその6ミリより上、これはもう脂肪があるんですけど、そのラインより下ってあんまり眼下脂肪って言って目の膨らみの脂肪ですけど、それがなくなるんですね。ですからそこで折れることが多いです。で、二重の人っていうのは生まれつきそこの線を引き上げる筋がもともと生まれつきあるんですね。一重の人っていうのはそれがないわけですから、ちょうどそこでそれに対するもの、つまりそこで、引き上げる筋肉とのつながりを作ってあげれば二重ができるという、こういう理屈ですね、大まかに言うと。ですからいらした方にちょうどそのくらいの寸法で、我々ブジって言いますが、小さな針金で目を開けてシミュレーションして見せてあげるっていうのがまず第一歩だろうと思いますね。そうですね、先生。そうですね、まあ、やはり希望は聞くんですね。やっぱり患者さんが自分の気持ちの中で、ボディイメージっていうのがあると思うんですけど、こういうふうになりたいっていうようなね、ただそれの通りにやったら必ずいいとは限らないんですね。幅の広い希望があって、実際シミュレーションしてみると不自然な形態になりますから、それをまあ、見せてあげるっていうのも我々の仕事の一つかなと思いますね。で、皮膚の薄い人はね、いわゆる埋没でいろんな方法あります。埋没もちっちゃく何点か上から止める方法もあれば、大きくまぶたの裏を使ってサークルを大きく止める方法とか、結構皆さん工夫されていますので、それらを使えば表に傷のない状態で自然な二重ができると思いますけれども、どうしても実を言うとどこも切っているわけではないですから、長い間にはそういうのがだんだん引き込みが弱くなって左右違っていたり、場合によっては全部取れてしまって、こういうことがあります。で、そういう場合は同じ寸法でもやっぱり切ってそこを止める。で、すでに埋没されていると糸はこれは吸収しない糸ですから、その時にきれいに取ってあげるっていう処置が必要だとは思います。切るのがいいのか、それから埋没の手術がいいのかってよく聞かれるんですけれども、その人の、本当にイメージが固まっていて、で、それが、その人のお顔に合っている場合だったらどちらでもいいと思うんですね。ただ、まだなんか気持ちが決まってない、どんな二重にしたらいいかわからないとかっていうふうにおいでになった時は、十分シミュレーションするのも一つ一つですけれども、例えば埋没っていうのは洋服のしつけと同じように一度ちょっと作ってみるっていうことができる方法で、嫌だったら変えることができるんですね、傷がないから。でも切ってしまうとその後
変えてしまうっていうのがすごく難しくなってくるので、だからまあそういう考えで、埋没の手術を受けるっていうのもちゃんとイメージができてない人の場合はいいんじゃないかなと思いますけどね。目の開きを大きくするとか、目の横幅を大きくするっていうような変化を求める人もいるんですね。で、そうするとその時っていうのは、例えば眼瞼下垂のような手術を行ったり、それから目頭を切ったり目尻を切ったり、そういう方法を取ったりするんですけれども、それについては小竹先生はどういう選択されますか。例えば一重が二重になるとすごくイメージが変わりますけれども、大抵なんかこうちょっといたずらでやって見えますね。ですから皆さんイメージはあるんですね。一重の人でもちょっと二重にしてみたりする。ところが目頭切ったり目尻切ったりして横浜の寸法が変わった時のイメージっていうのは自分ではちょっと計り知れないね。本当に顔つきが変わるんですね。っていうのはちょうど目と目の間の距離っていうのは自分の目がもう3つ並べばいいよ、すごいいい黄金バランスがあるんですけれども、すごく目が離れた感じ、毛孔肥大があってすごくその間が広い、こういった方は目頭の切開をして寄せてあげたりするとバランスが良くなりますね。ですけれどもその人のそれまで持っていたイメージっていうのは大きく変わるわけです。ですからそれに対してやっぱりシミュレーションしてよく認識を取らないと難しい問題がいっぱい出てくるかなとは思いますね。目頭をだからいろんなシミュレーションしてイメージの変化を確認して臨むべきだと思うんですね。でないと、ちょっとすごく危ないこともあるし、それから目頭の傷っていうのがどうしても隠せないぐらい大きく切られている場合もありますから、そこもよく注意すべきだと思います。だから目頭はやはり二重の傷っていうのは隠れるんですね。目を開けてる、目を閉じるとやっぱり傷は見えますけれども、目を開けてる時には傷が隠れます。でも目頭の傷っていうのは、手術法がたくさんいくつもあるので傷跡が目立ちにくい手術法っていうのもあるんですけれども隠れないですね。だからそうすると体質によって赤みがすごく長引いたり傷跡が残って目立ってしまったりっていうことは起こりやすい場所なので、必ず後悔しないように手術をしないといけないかなと思います。あとはどうしても毛孔肥大があると平行型の二重にしたいっていう人はなかなか突っ張りが強くてできない時があるので、平行型にする時には目頭を併用する場合もありますよね。最近は加齢性のまぶたのたるみに関しては、上まぶたでいうと眉下の手術が結構 ね、されることが多いと思うんですね。一重のままなんだけどなんか今度目尻のところがすごくかぶってきて、老けて見えるのが嫌だっていうような、方がいるので、そういう場合は一重のままで治療したい。そうすると二重のラインで切ることできないですね。だからやはりこう眉の下でやると案外傷が目立たなくなるので、非常に昔に若返った目を作ることができるから非常にいい方法なんですけど、ただ年齢が上がってくるとなんか眉が下がるんです。眉尻が下がるんですよ。そうするとそれに合わせてやるとどんどん下がり眉になってしまいます。ですので、眉の下にただ合わせるだけだと手術ってうまくいかないですね。手術が終わった時にちょうど綺麗な形の眉になるように眉毛の中に少し切り込んだりしてでデザインをしてあげる必要があるので、そういうところが結構重要なところなのかなというふうには思います。そうですね。もともと眉がだんだんその年齢とともに八の字っていうんですか、こう上がってたらこうなってくる。でそれで眉下っていうともっと眉尻と目尻が近くなってしまう。そういう場合は眉毛を上げるべきですね。
そういう例もありますので、例えば側頭のリフトとか、あるいは眉毛の上を切ってあげるとか、いくつかのバリエーションがありますけれども、あのやっぱりそれを冷静に、その人に合ったものを選ぶべきだとは思いますね。まあ、先ほどまではね、まず初めてそういう目の手術を受ける方についてのお話だったんですけれども、あの大竹先生なんかすごく美容を長くされているので、すごくこうたくさん、まあ、よそ の, あのクリニックで手術をしたけどうまくいかなかったとか、そういう患者さんを診察して治療されていることが多いですね。ですので、そういう、まあ2回目3回目っていうような、うん、あの何かトラブルを持った患者さんに対してどういうふうにあの治療してあげるのがいいのかなっていうことを、ちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけれども、例えば二重 の, あの幅が右と左で違いますよと、うん、それからなんか幅を広くしすぎたんだけど、それを例えば狭く、もうちょっと狭く普通にしてほしいとか、うん、あのまあ、狭いやつはあの広くするとか、うん、あと目がもうなんか閉じないみたいに皮を取られちゃってる人もいたりとか、いろいろあると思うんですけれども、例えばその左右差があったり、あの広すぎる二重をちょっとあの普通の感じに近づけてあげるっていうのは、どんな感じ の, あのことをしてあげるのがいいでしょうかね。そうですね、あのやっぱり幅が広すぎるっていうのが一番困るんで、で左右違うっていうのは寸法揃えればいいんですけれども、あの目っていうのはもともと左右で微妙な違いもありますから、一概に最初の手術を責めるわけでもないですね。ですからまつげからの皮膚の距離とか眉毛からの距離とか、もう一度冷静にものすごく厳密に測るんですけれども、まぶたの皮膚ってもともとこうたるんでる状態で測るよりも、ある程度の緊張を与えてピンとさせて測らないと同じように測れないね。ですからそういう測り方でもう一度検証していくと、例えばちょっと左右が違うぐらいでも、もう一度その皮膚が取れる範囲であれば、その取れる範囲の中に傷が入っていれば、前の先生の傷を取ってリフレッシュすることは、これは容易だと思います。これは皮膚に余裕がある場合ですね。ただ全然ないとか、あるいはさっきあの6ミリぐらいが平均だって言いましたね。中には8ミリぐらいあって全然いいんですけれども、実際には十何ミリなんていうところで切ってる例もあって、これはもう二重なんかのところでは全然ない、どうしてそんなデザインができるのかわからないけれど、そういう場合はそこの傷を取って修復するっていうことをまずしないと、ちゃんとした二重ができないんですね。そうです ね, ね、だけど、あとはほら目の開きのことで、はい、そうですね、大きくされてるのが先生もいっぱい見るよね。手術をしていくときに、例えばあの、眼瞼挙筋のところとかに触れたり、それから、それが剥がれてしまったり、そうすると人工的にあの手術の合併症であの片側が眼瞼下垂になってしまったり、逆にあの糸のかかり方とかであの眼瞼痙攣って言って、目をこうギュッと開けられない目になっちゃったりっていうことがあるんですね。で、まあそういう場合っていうのは、もう一回あの全部左右同じような構造に作り変えてあげる、あの眼瞼下垂の手術をするような感じなんですけれども、でも例えばあの眼瞼挙筋とミューラー筋っていう2つの筋肉があって、ミューラー筋に傷跡があることが多いので、ミューラー筋の傷跡を取ってミューラー筋を緩めてあげる手術をしたり、眼瞼挙筋の横に突っ張った外角内角っていうのがあって、それがあの左右の開きを均等にしない時があって、その位置を調整したりというような、まあ、あのやり方をして、で目の開きが良くなると、あの二重の幅は狭くなって、そうすると例えば幅の広い二重っていうのを嫌がってる人が、目があの眼瞼下垂の手術をして目を大きく開くようになることによって、二重の幅を狭くしてあげることができますので、そういう修復の仕方っていうのもあると思いますね、うん、はい、複合的に重ねると本当にケースバイケースで
同じような症例本当に2つとないぐらいね困ることはありますけれども、やっぱり何とかしてあげようという、こうあの患者さんとの同じ目線になって進行していくということも大事です。なぜかというと我々ですらやっぱり切って開いて初めて知ることもある、いろいろお話聞いていても意外な展開になることもある。だからその辺やっぱり信用していただいて進んでいかないことには修復は難しいかなと思いますね。あとはまあどんなあのクリニック、どんな先生のところに行けばいいんですかっていうようなお話を伺うことがあるんですけれども、例えばあの、まあ、手術なんかすごく安いところもあったりします、ね、でもそういうところってやっぱりあの短時間にたくさん稼がないといけないっていうことで、あのお医者さんが診察しないでカウンセラーの人だけがお話をして手術決めて、で手術だけして帰っていくっていうようなところもあったりするんですね。そうするとカウンセラーさんもなんかあのたくさん やってくれた方が自分も、ね、お金が稼げるっていうことで、どんどんいろんな手術を進める場合もあったりします。だからあの別に安いとかダメっていうわけじゃないですけれども、よく話を聞いてくれてよく説明をしてくれるクリニックで、もし何かわからない不安があったときは他の先生にも聞いてみるっていうことが必要かなっていうふうに。先生どうですか。いやそうですね、あんまりその値段で決めるとかいうのではなく、もちろん経験豊富な方がいいでしょうけれども、お医者さん決めるにあたってはやはりあの日本ではあの形成外科のトレーニングを積んだ人で積むっていうことは、だいたい5年6年目ぐらいにあの形成外科の認定試験というのがあって専門医と名乗っていいわけなんですけれども、少なくともそこ最低限のハードルなんですね。で残念なことにそれはあのお医者さんの中での約束もとで、法的には医師免許さえあれば何やったっていいんですね。ですからそうやって逃れている施設も中にはございますので、その辺をちょっと確認していただくと賢明な判断かなと思います。